カルシウムシグナリングとは、細胞の機能を制御する、カルシウムイオン依存性の情報伝達経路である。脊椎動物では、細胞質の CA 濃度は低濃度であり、体内のほとんどの CA は骨などの高素織や、細胞内の CA 貯蔵庫に貯蔵されている。これらの CA は何らかの刺激をきっかけとして、細胞質に流入することにより、細胞内のタンパク質と結合して、 その機能を調節を行い、細胞内情報伝達機構を制御することが知られている。金属原子が正の電荷を帯びたものである CA には非常に単純なものであるが、細胞内の CA 濃度の変化は幅広い細胞応答へとつながっており、セカンドメッセンジャーの一つである。生物の体内に存在する CA は有利型、タンパク質結合型、沈着型があり、 脊椎動物では、ほとんどが骨などの組織に沈着型として存在している。骨は、体の構造の指示や内臓を保護するなどの、機能だけではなく、CA の貯蔵庫としての役割も果たしており、血中の CA2 濃度は、カルシュトニンやパラトルモンと呼ばれるホルモンによって制御、されている。一方、細胞内においては、CA は、小胞体に貯蔵されており、 細胞質の CA2 濃度は通常低く保たれている。細胞の種類によって小胞体の発達の度合いが異なるために細胞によっては細胞外から流入した CA2 が主要な CA 源となることもある。深刻細胞では特に複雑なシグナル伝達系を有し CA のような情報伝達分子を必要とする。脊髄広角のシナプスにおける情報伝達。 低頻度刺激は興奮性の神経、伝達物質であるグルタミン酸やサブスタンス P の放出を誘発し、あとシナプスの細胞を脱分極させる。鉱膜に存在する T 型電依存性 c a に、チャンネルが活性化されると CA2 の流入が促進される。また、NK1 受容体の刺激は、ホスホリパーゼ C の活性化を介して CA ストアからの CA2 の放出や、 プロテインキナーゼ C の活性化を引き起こす。PKC は、イオンチャネル型受容体である無駄受容体をリン酸化し、CA2 を流入させる。この細胞外から流入した CA2 は、リアノジン受容体における CA2、誘導性 CA に放出に関与する。放出された CA2 は、アンパ受容体を活性化し、シナプス伝達の強度が増す。細胞が、 活性化されることにより、イオンチャネルを介した細胞外からの CA2 の流入が引き起こされるが、その経路は様々である。以下に CA2 チャンネルの開閉制御機構による分類を示した。細胞内小器官の一つである小胞体は CA2 を貯蔵する役割を有しており、小胞体膜上に存在して CA2 の放出に寄与する分子としてリアノジン受容体が挙げられる。 リアノジン受容体は CA2 チャンネルとして働くことが知られており骨格筋の筋小胞体に存在するリアノジン受容体は細胞外の CA2 に対するセンサーとして働くジヒドロピリジン受容体と協約していることが知られているジヒドロピリジン受容体により細胞内に取り込まれた CA2 がリアノジン受容体に結合すると細胞質の CA2 濃度依存的に 小胞体内の CA2 を放出する。この機構を CA2、誘発性 CA2 放出と呼ぶ。また、リアノジン受容体と並んで CA2 の放出に寄与するもう一つの分子が IP3 受容体である。IP3 は G タンパク質協約受容体を介したシグナルなどにより産生され、小胞体膜上に存在する IP3 受容体に結合する。 IP3 受容体は CA2 チャンネルとして働くことが知られており、その構造はリアノジン受容体と相同性を有する。IP3 受容体を介した細胞内 CA2 ストアからの CA2 放出はシッコアにより行われ、リガンドの結合はチャンネルの CA2 に対する感受性を高める働きを有する。A23187 の化学構造。 CaEO のフォアとは、細胞膜に存在する CA4 チャンネルの透過性を高めて、細胞膜における CA2 の輸送を更新させる作用を持つ使用性化合物であり、代表的なものとして、抗生物質である A23187 ヤヨのマイシンが知られている。細胞に対する CAEO のフォア刺激は、細胞内 CA2 濃度を上昇させる働きを持つ、 ことから、生物系の基礎研究において、細胞内情報伝達機構への CA2 の関与を明らかにする目的でよく用いられる。細胞質への放出、取り込みが行われた CA2 はそのままにされるわけではなく、回収が行われ、それはカルシウムシグナリングの収束を意味する。CA2 の除去は、細胞膜上の NA、CA2 交換体による、 細胞外排出や小胞体膜上に存在する CA2 ポンプによる取り込みにより行われる。シグナル伝達分子の中には CA2 の結合によって機能を調節されるタンパク質が存在し、CA2 はこれらの分子の EF ハンドモチーフや C2、ドメインなどと呼ばれる構造に結合する。脊椎動物ではカルモジュリンやトロポニン C、カルパイン、カルシニューリン、 プロテインキナーゼ C、ホスホリパーゼ C などの CA2 結合タンパク質が存在し、細胞の機能調節に関与している。カルモジュリンは CA2 の結合に関与する EF ハンドモチーフを両端に2つずつ有している。EF ハンドモチーフは E ヘリックスと F ヘリックスと呼ばれる2つのアルファーヘリックス構造とそれらをつなぐループ部分により構成される。 ca にはこのループ部分に結合する。筋肉の収縮は、アクチンとトロポミオシンからなる細いフィラメントとミオシンを主成分とする太いフィラメントの相互作用により引き起こされる。筋肉が主観した状態においては、アクチンとミオシンの相互作用をトロポニン愛が妨げているが、シッコアにより放出された ca には筋収縮調節タンパク質である。 トロポニン C の EF ハンド構造に CA2 が結合するとトロポニン I による抑制が外れて収縮が引き起こされる。筋収縮の機構は心筋、骨格筋、平な目筋のそれぞれで特徴を有するが本題と話が大きく外れるため詳細は他項目に譲る。筋収縮に必要となる CA2 源について言えば骨格筋では 筋小胞体が発達しているため小胞体由来の CA2 が用いられるが、平な目筋や心筋、特に平な目筋ではあまり小胞体が発達していないため、細胞外から取り入れた CA2 が重要である。神経繊維を伝導してきて終末部へと達した興奮は前シナプスへの CA に流入を起こし、シナプス小胞内の神経伝達物質をエキソサイト質により放出する。 CA2 はシナプトタグミンと呼ばれるシナプス小胞膜貫通タンパク質に結合し小胞体膜とシナプス全膜の膜融合の過程に関与している。神経伝達物質がシナプス項膜の受容体に結合すると膜電位に変化が生じる。ありがとうございます。